ちゃくちゃアクセスは良くて、もちろん佐賀県もいいし、長崎県の一部もね、結構近い、ね、結構近くて、結構いい空港なんですよ。うん、で、全然ガラガラだし。はい、それが全然ガラガラです、うん、で、高速道路とかも整備されていて、で、めちゃくちゃいいんですよ。で、その、こんないい街並みがあって、酒蔵がしかも25蔵ぐらいあったらしいんですよ、昔は。だから残ってんですね、今はね、5蔵ぐらいかな。で、なんでそんなことになったかっていうと、多分セブリ山脈っていうんですかね、はいはい、あの佐賀県のと福岡県を隔てる、はい、あそこがから結構いい伏流水が、あ、水がいい、水がいい、もう多分あの辺の鹿島あたりに伏流水が流れていて、はい、で有明海に近いじゃないですか、はい、だから、まあ、灘みたいな位置づけですよね、うん、はい、関西でいうところの、うん、そう、灘みたいな、で天然の良港があって、だから江戸時代から 酒造りが結構盛んだったらしくて、25蔵ぐらいあってっていう、こう歴史だから豆腐屋もあったんですよ、水がいいから、水がいいからっていう話で行ったんですよで、まあ、それは良かったんですけど、はい、まあ、なんかどうやったらこう鹿島をね、こう活性化できるんだみたいな話をした時に、うん、言ってやったよ、もう言ってやったよ、もうさ講演会そういう話だった、なんでこんなにさ、もうだってみんな閉鎖的でしょと、うん、外から人が来てもあなたたちすぐ村八分にするじゃないですか、うん、だからダメなんですよつって、はい、コロナで見たでしょと、コロナ入れたらもう、ね、あの家は東京と行き来してるからコロナになるんだよ、はい、とか、ナンバー縁河町みたいな、縁河町みたいな、確かにありましたね、他県ナンバーが走って県境をまたぐなみたいなね、そう、そんなこと言ってたじゃないですか、はいはい、県境をまたぐなって言ってたでしょ、はい、県境のなんで、あれが地方が閉鎖的にそう、うん、根本的なマインドセットなんですよね、そう、うん、そう、だからダメなんだよって話をしました、何て言ってました、そうですよそうですよね、そうですよねって、そうですよねって言うしかない、ズバリズバリ図星だから、確かに、やはりその鹿島はあんまり活性化してないですか、伸びしまって結構なんか海外でなんか金賞か、うん、いやいや、だからあの全然ね、全然いくらでも開発の余地はあると思いますよっていう、うん、ね、じゃあこれからって感じですか、いや、これからやる気があるのかなっていう、うん、やっぱ物経済だと物が外出てって稼いできてくれると、うん、地元、まあ、俺たちめんどくさいんで、うん、まあ、そのまま別にほっとこうかっていうのもあると思いますけどね、うん、なるなる。